では皆さんこんにちは、ひよこ写真堂の時間ですよ。いえ、意味もなくピースしておりますけど、今日ねちょっとまだ時間早いんだけど、5時過ぎなんだけど天気があんまり良くないんで、ちょっと外が暗いですね。今日は何のお話をしようとしているかというと、よくアダプターって聞きません？アダプターっていう言葉はいろんなところで、例えば用紙にするのってアダプションって言うんだっけ、何かと何かをくっつけようですね。アダプトするものがアダプターと言いましてですね、例えば僕最近 RF の RF マウントっていうカメラを買いました。マウントっていうのが何かっていうと、カメラの、これ実際やるとき、皆さんやるときは気をつけてね、カメラのこっち側、カメラ側の部分の口金の形状ですね、それとレンズのお尻側が合致してるからレンズはガチャッとくっつくんですね。でこれは各社それぞれ何々マウントっていう風に、各社それぞれいろんな技術があるのでそれぞれ違うんです。つまり、おじさんに分かるように言うと、ハーレーダビッドソンが、あれどっちだっけ、左クラッチ右シフトだっけ、昔のって、でインディアンが右クラッチ左シフトだっけ、バイクなのにっていう時代が、手でシフトしてた時代がありましてね、っていう風に各社自分のところのカメラと自分のところの作ったレンズをセットで使ってほしいわけですね。つまり、その綺麗な方で言うと、うちの会社の、デジタルの時代だったらうちの会社のセンサーっていうのはうちの会社のレンズで最大化する、その性能がね、最大化して一番素晴らしい画質になるように作ってやるのでセットで使ってよっていうのも、正論だよねっていうのも、実際そうなんですだし、フィルムの時代だと写真を記録するのってフィルムだったから、フィルムのメーカー変えちゃえばですね、絵がガラッと変わるんですね。でもそこのメーカー、キャノンならキャノン、ニコンならニコンが作った、オリンパスならオリンパスが作ったボディに対して、そこのメーカーのレンズをガチャンとくっつけて、ガッチャってバイオネット式っていうんだけど、をくっつけて、使ってもらうように、あと便利だからね、そういう風に作っております。でバイオネット式っていうんだけど、そもそもそれぞれのメーカーごとのこのガチャっていう光景と、あとこのなんていうの、歯車みたいに噛み合う部分ですね、噛み合う形状ですね、形状についてそれぞれメーカーごとに違って、それをマウントというふうに呼んでます。例えばキャノンだったら昔 FD マウントっていうのがあって、その後 EF マウントってなりました。ソニーは E マウントっていうのが今ミラーレス用のマウントとしてできていますけども、その前はミノルタが使っていた A マウント、アルファマウントってやつですね、を使っていました。ニコンは Z マウントになったんだっけ、ごめん忘れちゃった、その前は F マウントってやつですね。で各社それぞれ形状があって、それぞれキャノンのレンズはキャノンのカメラにしかくっつかないし、ニコンのレンズはニコンのカメラにしかくっつかないようにできたんですね。ニコン1とかもあったね、そういうのね、っていうのがありまして、そういうふうになってるんですけども、ただ、一眼レフの時代から、例えばヤシカコンタックス、これが一番わかりやすいか、これヤシカコンタックスっていう、ヤシカとコンタックスが共用で使っていたマウント形状のレンズがございます。オリジア勝てるのこれ、この方、ちょっと見にくいと思うけどね、ヤシカコンタックスのレンズのお尻がね、これの、これはヤシカのレンズも、ヤシカのボディであってもカメラのことをね、コンタックスのボディであっても 35mm 版普通のフィルムサイズ、普通のサイズのフィルムのカメラにはくっつくようにできているんです。なんでかというと、ヤシカとコンタックスが仲良かったからね、簡単に言うと。できているんですけども、それをよっレンズのお尻側にアダプターによって下駄を履かして隙間を足してやることによって、この RF の、よいしょ、 RF マウントのボディにもくっつくようにできています。ほら、でこれは RF レンズの、 RF マウントの専用設計のレンズはこっち、 RF35mmF1.8 っていうレンズ、これは直接アダプターもヘッドクラムなくくっつくようになっていて、でそれ以前の一眼レフの時代なんかの場合は、ここにね、昔は一眼レフのレフっていうぐらいで、ここにミラーがあったんですよ。ミラーがあって、ここパタパタ動いてたので、その分のクリアランスが空いてるわけですよ。その部分をセンサーからレンズのお尻までね、隙間があったんだけど、それがいらなくなったので、ミラーレスになっていらなくなったので、そこの隙間を下駄履かして、要はフランジバックって言うんだけど、距離を稼いでやることで、いろんなレンズがいろんなボディにくっつくようになりました。でその
間を取り持つのがアダプターというやつでございます。アダプターそのものはね、こういうふうに輪っかです。金属の輪っかで、こっちがボディ側、こっちがレンズ側ですね、っていうふうになってます。こういうふうに間を何でも使うわけじゃない。これはキャノンの EF、キャノン EF じゃないですか、 RF マウント用、EOS R ね、EOS R シリーズ用のやつに、ボディがくっつくようにできてて、レンズはこれ、後で説明しますけど、ミノルタ A マウントって書いてあるんですね。ミノルタとソニーのアルファマウント、A マウントっていう形状のレンズがくっつくようにできています。素晴らしい。でですよ、それをやることで皆さん何がどんないいことが起きるかって言って、そんな何がいいことあんのって思うでしょ。これね、一眼レフの時代はフランジバックって言って、レンズのお尻からフィルムなりセンサーなりの距離が、もうなんていうんだ、ミラーがある分それ以上距離を詰めるってことが難しかったんですね。で、多分なんだけど、ここは本物のカメラに詳しいおじさんに聞いた方が早いと思うんだけど、キャノンが多分一眼レフの世界ではフランジバックって言って、レンズのお尻からセンサーフィルムまでの距離が一眼レフの世界の中で確か一番短かったはずなんですよ。確かね。だからそのおかげでヤシカコンタックスのレンズを、あれも一眼レフのレンズなんですけども、ヤシカコンタックス、コンタックスの、コンタックスボディで使う用のカールツァイスで製造されたレンズのことを総称してヤシコンと呼ぶんですけども、ヤシコンのレンズの方が設計上フランジバックが、そのレンズのお尻からセンサー面までが長かったんです。フィルム面までが長かったので、 EF マウントの一眼レフの EOS のボディにくっつけることができたんですよ。1ミリもないようなアダプターがあるんですけど、それをレンズにまずくっつけて、そこからボディにガチャンとくっつけることができて、それで遊ぶことができたんですね。だから、ヤシコンレンズが使いたい人っていうのは、ヤシカコンタクスで、僕カールツァイスが大好きで、カールツァイスっていうのは、カールツァイスが今製造しているということになっているカメラとか、もうすぐ発売か、あれはもあるんですけど、もともとはレンズを作ってたんですよ、顕微鏡屋さんでもともとね。でレンズを作ったり、今もあの内視鏡を作ったりなんかしてますけども、最近はカメラの業界では何をしていたかっていうと、ブランドを貸して、あのカールツァイスのブランドで、まあもちろんカールツァイスの名誉をつけていないと使えない技術っていうのがあるし、カールツァイスの本社の人たちに日本でライセンスで作ってるんだけど、例えばソニーとか、どこだろう、コシナとかですね、そういう会社が作ってるんだけど、お伺いを立てて、こういう設計で行こうと思うんですけど、どうですかカールツァイスさんっていうと、これはカールツァイスのレンズとしてはここがこういう風じゃないとって言って、いろいろこう手が入るんだって。でそのおかげで僕たちはカールツァイスっていうブランド名がついているレンズを実際買って使ってみると、あ、確かにカールツァイスだって感じがするの。でその源泉がどこにあるかよく分かんない、例えばレンズの表面に金属が塗ってあるのをコーティングっていうんだけど、そのまあ定着っていうんだね、それによって出ているのか、レンズ設計の肝の部分をそのカールツァイスの本社の人たちがね、財団の人たちがやっているからなのか、まあトータルなんでしょうね、きっとね、よくわからないんですが、何はともあれ時代によって変化はあれど、カールツァイスがいいなというふうに際立ったキャラクターがあるな、ライカと一緒、ある意味ではと思ってるんですね。でもやっぱりフィルムのカメラ用に作ったレンズでも、フィルムで今更撮るのかったるいし、お金かかってしょうがないでしょ。そういう時に、じゃあミラーレス一眼だったら、ミラーレスはミラーが、このパタパタのレフレックスミラーがない分、逆に言うとどんなレンズでもくっつくんですよ。でそのために世間でいろんなアダプターっていうのが発売されて、いろんなミラーレスのカメラにつくようになりました。というか、僕がソニーの、E マウントのカメラですね、 α7 から入りましたけども、 α7 を最初に買ったのは、そのアダプターを使ってヤシカコンタックスのレンズを使いたいなという願望、しかもそれまで NEX5 とかですね、7とかいろんなAPS-C サイズセンサーのカメラもあったんですけども、それだとどうしてもこうクロップされちゃって、ちょっと望遠になっちゃうんですね。でも物足りないからフルに画角をね、イメージサークルって言うんだけど、まあ、そういうの聞きたかったらいつも聞いてねっていうのを、使い切った描写、もともとの設計された意図の通りの描写で撮りたいなっていうのがあったので、α7 に入りました。で今度 RF マウントってやつですね、 EOS R シリーズは RF マウントっていう名前になってるので、EOS RP を買って、ヤシカコンタックス、このキポンっていうメーカーの、ちょっとかっこいいから微妙に高いんだけど、これにした、見えるかな、キポン、来た、キポンの C、 なんて書いてある、 CY コンタックスヤシカと EOS R のマウントアダプターですね、この中立ちをしてくれる、これを買いました。で
まあよくできてるよ全然。内部反射とかもそんなにきつい逆光で使ってないですけど、内部、ああこれすごいよ、内部反射を防ぐ塗料が振ってあるので、ちょっとお金出しても7000円ぐらいしたっけな、6、7000円したんだけど、いきなり性能がいいやつを欲しい方はキポンのアダプター買うといいですよという感じでございます。おかげさまで私ヤシカコンタクスのレンズについては EOS RP に全く問題なくついて、いい感じの EOS RP ライフ、ヤシコンライフを送っております。でこっから今日ひよっこ写真道からはちょっと外れるんだけど、ごめん、ちょっとアダプターで1個だけ嬉しいことがあったので教え、あのお知らせさせて。これ RF のアダプター、 RF ヤシコン RF のアダプターを今外して何をつけているかというと、ドン、 K&F コンセプトが出してる、マボさんっていうね、この間動画にも出てもらったことあるんだけど、あのお友達の写真を撮ってる方がいてですね、その方ツイッターで僕がつぶやいてたら、あの電磁絞りだけ動作してくれればこっちのフォーカシングについてはマニュアルフォーカスでもいいから、EOS、ごめん間違えました、ソニーの A マウント、さっき言った、アルファマウントね、 A マウント SAL っていう型番のシリーズのカールツァイスのレンズと EOS R、 RF マウントですね、 RF マウントのアダプターが出てくれないかなって言ったんですよ、電磁絞りのやつ。でもちろんそれだったらエグジフも記録してくれるだろうし、絞りをこっちからカメラ側から制御するってことができるんですね。このアナログ式のアダプターと、あのマウントアダプターと電子式のマウントアダプターってあって、あごめんちょっと電池変えよう、あごめんなさい電池変えました。アナログ式のマウントアダプターと電子式のアダプターっていうのは2種類あって、それぞれどう違うかっていうと、電子式のアダプターっていうのはね、例えばメーカー純正で作ってるやつ、ソニーの E マウントとソニーの A マウントですね、それを A マウント、アルファマウント、それをまたぐアダプターっていうのがありまして、それについては接点が電子式になってます。これもう使ってないんだけどね、電子接点のついたアダプターというのがあって、こっち側 E マウント側見えるかな、ほら金属の接点がついてるでしょ、これが電子式っていうやつですね。で もちろんレンズ側にもこれついてます。でメーカー純正同士だから、例えば絞りをカメラの側が絞りいくつにしてって情報を出すんですよ。そうすると撮影をするシャッターを切った瞬間に電磁絞りがキュッてちっちゃくなって、絞りを取る瞬間だけ絞りを絞り込みます。まあそれはあのあれですね、そうじゃないやと実絞り速攻っつって、あれなんていうんだっけ、開放速攻か、取る瞬間だけ絞りがキュッてなるやつ、電磁絞りね、その電子制御でなるやつを、開放速攻ですね、速攻する、撮影する前のオートフォーカスを合わせる時点では絞りが開放になっている、明るい状態で被写界深度が浅い状態で、ピントが合わせられるのですごく便利なんですね。でそれに対して実際に撮るときには絞りを絞り込んでしまうやつのことを実絞り速攻って言うんですけども、電子式の場合は結構な確率で 100% じゃないんですね。 E マウントのなんかの場合は例外があるので、例外があるんだけど、だいたい一眼レフの場合は開放速攻が主流なので、電子式のマウントアダプターについては、開放速攻に対応しているものが多くて、でアナログ式のものについては何にも電子接点が何もないアダプター、ただの筒ガッチャンってくっつくだけどね、まあ、よくできてるんだけどね、それもでが多いので、それについては絞りを絞ったらもう純粋に絞り込まれちゃうんですよ。でそれの時点で、ああなるほどねって、撮る前に被写界深度確認ボタンを押しっぱなしみたいな状況になるので、ちょっと暗いことが多いので、僕がヤシコンのレンズをくっつけて撮ってる時にどうしてるかっていうと、ヤシコン自体は規格は開放速攻なんですよ。実はあのフィルムの一眼レフコンタクスのボディにつけると、撮る瞬間だけレバーがこうなんかガチャって横に動くのかな、で撮る瞬間だけ絞りがキュッてなって、普段は開放の状態でピント合わせができるんですけども、そういうアダプターが今出てないです。ほんとすっごい出してほしいんだけど、できないでしょうね多分ね。でそれが今ないので、絞り込み速攻でピント合わせるときに毎回絞りをチャッて全開にしてピント合わせて、そこから絞りをカリカリカリって何段分か好きなだけ絞ってバチャって撮るんですね。そういう風に撮ってます。で今度、ごめんね、ようやく話が戻った。今僕があの大興奮してるのは、ついさっき届いたばっかりなんだけど、このミノルタ A マウント、ソニーアルファマウントと RF ボディですね、マウントのアダプターを買いましたですね。で実際にこれ開けてみたら、まずこれ最初探し始めた時に、マボさんに教えてもらった時に、
そもそもこれ絞りリングがない、アナログのアダプターだから絞りなんか動作させられないので、僕全部が電子制御だと思ったんですよ、その A マウントのカールツァイスのレンズって。ところがあれっつって、古いレンズについては、あのジャーコジャーコいう古いレンズについては、オートフォーカスがね、ジャーコジャーコいうレンズについては絞りってアナログ制御だよねって話になって、でそれで調べていくことに、ちょっと待てよっつって、 A マウントのレンズって未だに全部ひょっとして機械式の制御なんじゃないのって話になったんですよ。で今日になってスタジオに来てみて、昨日の時点でもアダプター注文しちゃったんだけど、今日の時点でスタジオに来てみたら、レンズの後ろに、まあ、あんまり細かいところはあれだ、マクロ撮りができないからこのままにしちゃいますけど、レンズ外して後ろこうやってレンズの後ろ見るとレバーがあって、レバーをこうやってチョイチョイって触るともう直接絞りがシャッコシャッコって動くんですよ。もうなヤシコンみたいなレベルの、レンズで、でもこのプラナ 50mmF1.4 A マウントのね SAL50F14Z に関しては、あのオートフォーカスは SAM 式っつって、あのなんていうの、超音波モーターで動く結構速いやつなんですよ。でそれに至ってもまだ絞りは全然あれなんですね、機械式だったんですね。でそれを昨日ツイッターでいろんなお話を聞いて、機械式全部機械式だよって教えてくれる人もいたりして、あそうなんだっつって、じゃあ絞りは画像で見た K&F コンセプトのこのアダプター A マウントと EOS の RF のアダプターについては、これが画像で見えたんですよ。これってどう見てもリングじゃん、どう見ても絞りじゃんと思って、あこれじゃあいいやつって注文して、でも僕昨日の時点ではこれがこうぬる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 無段階に動いちゃうと思ったんですよ。つまり無段階に動いちゃうやつの場合って、自分がものすごく正確に1段2段じゃなくてもいいんだけど、とにかくざっくり何段分絞ったところで、例えばライティングをしてしたとしたら、毎回ぬるーんって動くとしたら全然分かんなくなっちゃうでしょ。だからこれはもうスタジオでは使えないんだな、オートフォーカスはないにしてもスタジオでは実際使えないんだなって思ったんですよ。ところが来てみたらさ、これついさっきなんだけど、もう、まあ、大興奮、こう聞こえる？カチカチっていうのでね、こっち見えるかな、あ角度的に厳しいか、これほら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 、ちゃんとこれカチカチカチって見えるでしょ、絞り最小絞りがどこまでかね、っていう風に段階式に絞りを変えてくれることが分かったんですよ。これ俺マジ大興奮で、値段は6000円7000円しましたけど、あのねこれができるおかげでもうスタジオで撮れます。厳密に F いくつになっているのかっていうのはもう計測する気もないぐらい、大事なのは F8 になっているとか F11 になっているとかじゃなくて、毎回その絞り、その感度、そのシャッタースピード、そのストロボだった、その光の強さねになってくれるっていうことと、毎回ピント合わせるときに絞りをガッて開けて開放の状態でグリグリってピント合わせて絞るときに 1,2,3,4 とかっつって、そのね決めた段数とか決めたそのクリック分絞りが絞れればそれでいいので、問題解決。というわけで、RF マウント行っちゃいたいな、そして A マウントのレンズも使ってみたいなって思ってる方、ひょっとするとね A マウントのレンズが手元にある方もいらっしゃると思うんですけど、どのみち E マウントのボディでオートフォーカス使えないレンズいっぱいありますよね。そういう人は電磁絞りから、電磁制御の電磁絞りから、手動のねこのカチカチっていう、あの 100% 正しいとは限らないんだけど、とにかく1段ずつぐらい動いてくれそうなこのカチカチっていう絞りの、リングでの制御が OK だったら RF でも使えちゃいますね。そしてそのうち電子制御のやつ、電子制御で電磁絞りを動かしてくれるアダプター、どっかからも出てくれると思うんですよねきっとね、そう思っておりますので、より一層 A マウントのレンズが RP なり R なりで、 R も多分そのうち買っちゃうと思うんですよ。で使えるとなると、また一層ソニー離れが進行していってしまうなというふうに、思った次第でございます。しばらく、まあ、ヤシコンのレンズもなんだかんだ使ってますけど、EF の 50mm もね、ウルシさんにお借りしているやつも使ってたりして、すごく調子がいいし、またこれで A マウントのレンズがあれこれ使えるようになっちゃったので、それはそれで試しつつ、サヒ先輩のね写真もそのうち RP の写真に切り替わってスナップばっかりだからになっていくと思うし、運が良ければ明日人物が撮れるかなっていう話も今来てるので、人物を撮ったりしてですね、
A マウントサイズを RP で撮ったらどうなるかって気になりますね。まあ、とにかく僕が気になるんで勝手にやって勝手に、ね、アップしますんで、動画かブログかはその、まあ後で決めますけども、すごく楽しみ。とりあえずね、日があるうちにもう俺今日帰る、帰る、とりあえずね、と思ってますので、皆さんもごめんなさい、ひよっこの話だけど後半マニアックになっちゃいましたけど、ミラーレスになったおかげでこういう風にマウントアダプターを使って古い一眼レフのレンズが、まあ大体一眼レフのレンズねが結構ガンガン、あそうでもないか、ライカ M とかも使えるんで、まあ結構いろんなレンズが好きなボディで使えるようになって、しかもボディ側もソニー E マウントだけじゃなくてね、ニコンも、キヤノンも出してきたので、センサーの絵の傾向で俺はキャノン色が好きだなとかニコン色が好きだなって選択できるようになりました。非常に面白い時代になってまいりましたんで、オールドレンズ遊びしている皆さんもね、またどん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 いろんな情報を共有して遊びの幅を広げていけるといいなと思います。とりあえず A マウントと RF マウントはくっついたぜ。 OK というわけでありがとうございました。またね、遊びに来てください。じゃあね。